5ヶ月、このホームレスやって5ヶ月になります。それで、会社はリストラされてホームレスやるようになったんですけれども、退職金、そういったものは一切ありませんでした。今は路上生活、段ボールを引いてその上で寝てます。それで朝起きてから炊き出しに歩いてます。それは仕事がなくなったってのは寂しいことですよ。もっと本当はちゃんと仕事をもっと長くずっと仕事ロングで仕事したいけども、もう年だから62歳になったんで60で定年なもんですから仕事がないんですよ。探してるけど今も仕事探してます。あれば仕事したいです。でも仕事面接に行っても仕事がないんで、それで食べるのに大変なんですと炊き出しに来て炊き出しで食いつないでるって状態です。それは会社で働いてる方がずっといいですよ。体は疲れるけどね。会社で働いてる方がずっといいです。今の方が疲れます。もう毎日毎日、明日どうしたらいい、明後日どうしたらいい、そればっかり考えて、ね、仕事があれば食べるもできるしお金も大丈夫だけど、仕事がないから、だから今のが大変です。今は本当に大変だから、できれば早く仕事を見つけて仕事したい、そういう気持ちで言います。今までずっと忙しく仕事していたから、こうなるとは思わなかった。まだ自分も資格持ってるんですよ、いろいろ資格。その資格を生かしたら体の動くうちは働けると思ってた。ところが仕事がなくなってきたって、リストラされた。だから本当はもう愕然としちゃって、もうこれからどうしようかと思って、でもそこにもういられないし、家賃払ったりなんかしなくちゃいけないからね、いられないから、そんでこっち出てきたんですよ。だからもう大変な生活を今やってますけれども、なるべく早く脱出したいなと思います。住友は石炭がもうダメになっちゃって、石油に変わっちゃったじゃない、だから石油の方が安いから経費がかかるんで、掘るのに経費がかかるんで閉山したと。まあ今ちょっと前まで勤めてた会社で、生まれたのは北海道で、それで炭鉱育ちで、で18歳になって炭鉱で働き出した。ところが石炭が高くなって、コストが高いもんですから石油の方が安いんで、それで閉山して会社がクロスした。それでこっちに、埼玉、千葉、埼玉で仕事しにこっちに来たんです。で、住友の場合は従業員は2000人ぐらいは楽にいました。で、こっちに来たからは会社が小さい会社だとね、20人とか30人程度の会社、まあ、大きいところは結構いましたけどね、そういうところで勤めていたんで、一番最後のところ会社が一番小さかったかな。それまではやっぱり200人300人の中小企業で結構名の通った会社にいましたから、一応そんな程度ですね。